おはようございます。釣りワゴンです。今日もですね、飲ませしましょう。で、いつもの場所ですね、ここ、で、思いっきりね、寝坊してしまいまして、今慌ててですね、ちょっともうアジを釣りに行って、バッタバタですね。今日はね、ちょっとまあ曇りで10時ぐらいから雨が降る予報になってるんで、まあだらだらとね、昼ぐらいまでは地合いがあるんじゃないかなと思うんですけども、まあまあ今日はもう本当に一匹釣れたら御の字ですね。なんとかね、アジも7匹ぐらいかな、そこのね港で確保できたんでよかったんですけども、はい、じゃあ始めましょう。しんどよ、こしょ。よし、はしちゃん頑張れよ。さあ、あとはね、浮きが沈むのを待ちましょう。まあ、ええ感じですけどね。曇ってて、で、水も程よく濁ってて、まあ、緩く風が吹いて、沈んだな。って感じですけども。釣れそうな気がしますね。雨降ってきたな。ちょっと、レインコート着ます。で、こうやってしばらく泳がせてると、まあアジもね、落ち着いてしまって、もう普通に泳ぎ出すんですよね。で、そうなると青物になかなかこうアピールしてくれないんで、時々ね、誘いを入れてあげます。まあもう軽くね、ちょんってアジに刺激を与える。そしたらアジがびっくりしてまたバババーって暴れるんで、その暴れた時にアジがね、まあ危険信号みたいなのを出すんですけども、それにこう青物が反応する、まあ、ピピピピピってね、水の中がこう動くんでしょうね。そういうね、振動して、でそれでまあ青物がああってね、見つけてボーンって食いに来るような感じなんで、まあずっと置いとくんじゃなくて、時々ね、まあそうですね、30秒から1分ぐらいで、まあ軽く1回ね、誘いを入れてあげるみたいな感じにするとよう釣れますんで、まあこれ結構ね、飲ませで差がつくテクニックですね。まあ、ちょっとしたことなんですけどね、やっぱりこうアジを暴れさせてなんぼですよ。沈んだよ、沈んだ、いけ、これ何、そうか、あー、この沈み方は嫌な感じがするね。あー、浮いてきた。いや、沈んでる。なんや、青もんじゃないぞこれ。死ぬか、エソか。走らんもんね、エソやな。あ、エソですね、これ。ガンガン首振ってるな。もうちょっとね、最近エソが多いな。エソが、エソくんが多いですね。これアジ取られた。ありませんやん。なんか今エソに、ああ、いいエソ、もうラインがボロ、ハリスボロボロ、ボロボロやな。エソにアジも持っていかれました。な、釣れてます？今日釣れて、あ、もう釣れてない、もうな、ダメなんですかね。釣れてくれないよ、釣れとくよ。ああ、飲むの、そこのトイレに低いとこあるやん。箱でドア出て、目白。そこの木の人、10時かな。じゃあちょっと遅いんかな。俺はたまにおるねん。木の人多かったでしょ。
これな、はあ、このチャッあのナブラがあんまり出ないの。ナブラ出ないですね。去年はよう出てたよ、はい、去年よう出てた。去年は正月を昼間で釣れてた。ああそうですね、はあ、釣れてたけどよ、今年ナブラが出るもん。はい、で今もう潮が止まってるんで、この時間はちょっとチャンス望み薄でしょうね。うん、であのさっきの散歩してたおっちゃんが言ってた10時っていうのがおそらくね、潮の動き出すタイミングやと思うんで、まああと30分、うん、後にチャンスが来るんじゃないかなと勝手に思ってるんですけども。でね、あの僕の番組的には結構な確率でエソの後に青物が来てるんですよね。うん、ですんで今回もこれあるよ、エソチャンス来いよ、エソちゃん。 ESO ESO ESOエソ来たらあかんやろ。青物来てよ。青物、青物、青物。なんか浮きが怪しい動きしてる感じするけどね。お。よっしゃ入ったよ。あー、そっか、持ってけ、行ったやろこれ。よし、よし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 、もう持ってかすよ、かなり。よいしょよいしょよし、来た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 。よいしょ、はいはい、太ってますね。うん、ちょっとやっぱり真面目やったらすごいよ。しょね、皆さんね、真面目やったら釣れるらしいんで。うん、時間がね10時13分、だから釣れたのが15分前ぐらいなんで、本当に散歩してたおっちゃんがね言ってた、昨日はあの10時にねパタパタと釣れた、って言ってたんですけども、その通りですよね。ちょうど潮がね動き始めた、まあ下げ始めたタイミングで
絵に描いたようなね、あたりが出ましたね。地元のね、人らとのコミュニケーションって大事ですよね。結構いい情報を持ってる人もいますからね。まあ、中にはね、わけわからんおっさんだったりね、めちゃめちゃ大げさにね、兄ちゃん昨日シャクアジ50本ぐらい釣れとったでとかね、なわけあるかいとおっさんもいますけども、でもまあ、いろんな人とねコミュニケーション取ることで有益な情報がね、得ることできますんで、またそれがね釣果に結びつくというところですよ。面白いよね、あの大阪の鳩は。もういろんなおもろいおっちゃんおってね、まあ、鳩大好きですよ、ね、まさしく鳩マニアです。どうかな、だから30メーター大きぐらいのラインが結構当たりが出るん でここはね、あの段々畑みたいな感じ、手前からね段々畑みたいな感じで沖に向かって深くなっていくところ でちょうど今浮きを流しているのがそのまあ段のね一番最後の部分に当たるとこですね。やっぱりああいうとこにいろんな魚が回ってきますんで、はい、なんでそんな知ってんのかって、いやもうここは20年以上通ってますからね、はい、大体の地形は把握してますよ。そらてください、これもうあの大人気のテラスが今日はもう貸し切りですよ。浮き流したい放題ねえ、まあ、11月2日で、まあ、平日なんですよね今日は、休みに挟まれてるとはいえ、でジョイさんはいつ仕事してんねんっていう話ですけどね。いやもう僕は今日有給取ってきてますから、はい、もうね背負ってるもんが違いますんでね、坊主では絶対帰れないっていう、はい、そんな覚悟で釣りをしております。で見てください、これここね綺麗に潮目ができてるでしょ、ここだけね。やっぱこういうとこなんですね、浮き流すんやったらね。ほらほら食えよ早く、おら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 早く食えよ、俺の餌を早く食えよお前こら。おい当たった、来るんじゃないですかこれ、ほら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 飲み込め、おいやれるんだろお前。いやねだいぶ雨も強くなってきたんで、そろそろ終わりにしようかなと思います。はい、でまあ、こういうね雨降りの日っていうのは雲一つない青空の日に比べればね、かなり魚の反応がいいことが多いです。まあ、今日は1匹しか釣れませんでしたけども、ですんで、まあ、これからもっともっと魚を釣りたいという方は、それなりの装備は必要ですけどね、レインウェアとか、ですけども、まあ、その辺揃えて積極的に釣り場へ出かけてみてはいかがでしょうか。ただくれぐれも安全面とあと体調ですよね、そこは気をつけてくださいね。まあ、雨で下が滑りやすくなってますんで、ライフジャケットね、まあ、これは雨の日に限ったことじゃないんですけども必ずライフジャケットをしていただくことと、あと雷がね鳴ったら即座に釣りを中止してください。非常に危険ですんで、はい、あと雨の中頑張りすぎて、体調崩したっていうようなことねないように、その辺だけ注意して楽しんでいただければ結構美味しい思いがねできるかもしれませんよ。はい、じゃあ今日はこの辺で失礼させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。あー寒い寒い、ラーメン食いに行こう、うわ寒い。